Sports. And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.いよいよ初戦を迎えた本大会、果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間は浦和レッズ対オランダ、こちらをご覧いただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。浦和レッズ対オランダ、北澤さん、今日の注目は何といってもアレッサンドロ・デルピエロですよね。いや楽しみですよね、デルピエロといったらやはり左斜め45度からのコントロールシュートですよね。はい、いわゆるデルピエロゾーンと言われる位置ですね。そうですね、彼のあの位置からの超精密なカーブシュートはキーパー分かっていても取れないんですよね。はい、今日も決めてくれるんじゃないでしょうかね。小泉から左サイド秋元、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。小泉から江坂、来たと呼んでいた。バビーニョ、モーベルから江坂、スルーパスを出す、クロスを入れる、ここは奪います。狙った、こぼれます。これは見事なシュートブロック。やはりこの試合にかける気持ちですよね。オランダ、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを当て、シュート、ゴール、見事な決勝点、試合終了です。いやー、なんともスリリングな展開でしたね。浦和としては1点を争うプレッシャーの中でいいゲームができましたよね。一つのミスが命取りになりますけど、リスクをかけて得点を狙いにいった結果ですよね。見事な勝利でした。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事に突破を決めています。